はい、どうもガッキーガジェットチャンネルのガッキーでございます。ちょっとね、今朝の3時43分ということで大きい声が出せないんですけども、昨日の夜イヤホンで注文しておいたゲーミングヘッドセットが手元に届きましたので、早速開封して使っていきたいと思います。それがこちらになります。デデンと、高崎のタゴスタジオというですね、まあ、知ってる人は知ってると思うんですけども、ヘッドホンでは結構有名な日本のメーカーでございます。価格はね、結構高かったです。いいイヤホンで買ったんですけども、価格は 34,980 円ということで、ちょっと奮発しました。まあ、結構高いんですけども、このタゴスタジオというのがですね、結構有名というか、かなり人気があるメーカーだったので、まあ、今回どうしても欲しいなと思ったので、奮発して買ってみました。それでは開けていきましょう。おー、プン、デン、デンと。ポイン。おー、コード長えな、これ。はいはいはい、ちょっとね、今回はね初めての色なんですけど、白を購入いたしました。おー、なんか思ったより小さいぞ。あすごいいい、これノッチ式じゃないですね、普通にスライド式でございます。あ、上はクッションじゃないんだこれ。へー、あーなるほど。ちょっととりあえず同梱物を出していきたいと思います。はい、こちらが同梱物の全てになります。まずこれケーブルですね。ケーブルがね 1,2,3,3つあります。そのうちの1つがマイク付きになってますので、これをつけることによってゲーミングヘッドホンになるという感じですね。マイクケーブルの他にこれ多分ジョイントですかね、ケーブルを伸ばせるような感じで、そうですね、ケーブルが2本付属しております。そして保証書と説明書の紙が2枚に、本体に本体を入れる袋ですね。中はね、ソフトな触り心地の素材になっております。そしてこちらが本体になります。なんか想像していたよりちっちゃいですね。これ PC38X なんですけど、うん、まあ一緒ぐらいなのかな。やっぱちっちゃいですね。こう見るとわかると思うんですけど、ちょっと一回りちっちゃい感じですかね。10.5、 こっちが11なので 5-6mm、 やっぱちょっとなんか小さい感じですね。 PC38X と比較するとそんな感じです。でまあここのクッションはね、かなりいい感じのモフモフですね。レザーですかねこれは。うん、そんな質感になっております。ドライバーがちょっと透けてるんですけども、これは取れるのかな。ちょっと怖いんでやめておきます中身のドライバーはこんな感じです。そしてここはノッチ式じゃなくて普通にスライド式ですね。硬すぎず緩すぎずでいい感じかなという気はします。そして頭頂部のクッションはこんな感じで、クッションはないですね。メッシュ素材の頭頂部になっております。まあ、ちょっと重さ測ってみるか。重さは269なので、まあ、軽い部類のヘッドホンにはなるんですけども、ケーブルはね、めちゃくちゃいい感じの柔らかさですね。L 側にマイクをつけるのね。L 側にマイクをつける。マイクはね、結構いい感じにしっかりしてる見た目ですね。こんな感じです。あとでマイクテストもやっていきたいと思います。あと、ここのイヤーカップの可動は広いですね。ここがくるっと回るんでいい感じです。上下にも動くので、このイヤーカップの深さですよね。やっぱりもっとこれ深くていいんじゃないかなと思うんですけど、あ、ここのハウジングの質感はめちゃくちゃいいですね。見た目めっちゃかっこいいです。ここにロゴが入ってますね、タゴスタジオ。ここの頭頂部のバンドは取り外して、取り外しができますね。これ汚れたりとか劣化してきたら交換が可能っぽいです。頭頂部にもタゴスタジオというふうに書いてあります。じゃあちょっと早速つけていきたいと思います。ここに LR の印が書いてあるので、 R が右ですね。なるほど、はいはいはい、まあ、密閉型ですね。そしてね、ちょっとファーストインプレッション、ファーストつけ心地感としては、ここがね、浅いからね、耳がちょっと当たる気がしますね。なんか、こんなんでいいのかな？ちょっとどうなの？これ、つけ心地、いいのかな？これで。なんか耳が、やっぱ耳当たってますよ、ここに。
え、マジで？ちょっと PC38 普通こういう感じでここにあの空間があるというか耳が入る感じなんですけどね。だって普通こうでしょう。うん、え、嘘？これでいいのかな？マジで？まあめっちゃ軽いんで付け心地はいい感じなんですけど、耳がドライバーに当たってる気がするんだけどな。いいのかな？これこんなちょっと付け心地微妙な気するけど、まあとりあえず音を聞いてみましょう。そうしましょう。じゃあとりあえずゲーミングヘッドホンで買ったので、このマイク付きのケーブルを接続していきたいと思います。まあいいや、ちょっと納得いかないですけど、音楽を聴いていってみましょう。接続はこんな感じで OK だと思いますので、はい、じゃあ今回はこっちのスティールシリーズさんのゲームダックに接続をして音を聴いていきたいと思います。今回もですね、こちらのイヤホンマイクを使って、ここがマイクになっているイヤホンなんですけども、これを私が装着して、その上からヘッドホンを装着して、音を録音していきたいと思います。それでは早速ゲームからやっていきたいと思います。行ってみましょう。ケアパッケージ輸送中。ケアパッケージ敵を粉砕する。分取りで敵を監視中。グイトールジェットオン。ダメージを受けてる。敵になった。弾を通さない。見つかった。撃たれてる。敵の敵が終わった。目標から帰り道にしてやる。撃ち返し。現在ヘッドホンのマイクで音声を録音しております。ヘッドホンのマイクとこちらゲームダックを接続してマイク音声を録音しております。どんな風に聞こえているでしょうか。どんな風に聞こえているでしょうか。あいうえおかきくけこパピープペポ。どんな風に聞こえているでしょうか。それでは今からキーボードを実際に打ってみて、マイクにどれくらいキーボードのタッチ音が乗るのかを試していきたいと思います。はい、こんな感じです。いかがでしょうか。はい、ってな感じで実際の音声ですねとマイク録音の音声いかがだったでしょうか。まあ、結構 2,3 日使い込んでみて、いい点ちょっといまいちな点、私なりにまとめていきたいと思います。まずいい点なんですけども、素晴らしく音はいい。
マジで高解像度な音ですし、広がりも感じますし、まあ、ゲームだけではなくて普通に音楽鑑賞、映画鑑賞なんかでも素晴らしくいい音を奏でております。もうボーカルの吐息、息継ぎなんかもこう結構近くに感じられて、なんだろうな、音がいいとしか表現ができないこの語彙力の低さはちょっと申し訳ないなと思うんですけども、まあ、解像度が高いのかな多分。でもどっちかっていうと中音寄りかなっていう感じがしますね。まあ、フラットですね、うん、フラット中高音寄りなイメージの音質だと思います。聞いていても全然聞き疲れはしない音質ですし、本当にいい音を奏でているなという感想です。あとね、軽い、これはね何回もヘッドホンのレビューをしていて何回も申し上げているんですけども、軽さは正義でございます。本当に軽いです。まあ、300g 切ってくるとね、どのヘッドホンもまあまあいい感じの軽さになってくるので、長時間ですね、音楽鑑賞や映画鑑賞、ゲームなんかをしていても全然疲れない感じです。あとね、マイク音質も結構いいんじゃないかなと思います。見た目がね結構ごっついっちゃごっついんですけど、この中にモフモフというか、このウィンドウっていうんですかね、このパピープーペーポーとか破裂音の空気音を軽減するものが入っておりますので、普通にゲーム配信とかには全然使えるマイクだなというふうに思います。あとね、この見た目かっこいいですよね。まあ、今回ホワイトを購入した理由っていうのが、ゲーミングセットを選ぶとちょっとブラックじゃなくてホワイトっていう風になっていたので、逆にホワイトしか買えなかったっていう感じなんですけど、白かっこいいですよやっぱり。まあ長年使っていくと汚れが目立ってしまうかなっていう感じはしますけども、うん、白いいっすね、おしゃれでかっこいいと思います。はい、であとはここからですね、ちょっとイマイチな点なんですけども、まずね、イヤーカップちっちゃいんですよ。そもそもここが小さい。そしてこのイヤーカップの深さですかね、これも浅い、浅すぎるっていうふうに私は思います。なので、まあ、私あんまり耳がそんなアホみたいにでかいわけではないんですけど、そんな私でもね、ここに触れてしまうんですよね。まあ、当たることによってなんだろう、この耳へのストレスが発生しますし、まあ、これから暑い時期になってきて、このイヤーカップがレザーなんで完全に蒸れて汗くっついちゃうよねっていう感じです。で、深さもね、こんなに浅くしてなんかいいことあるのかなっていう気がするんですよね。耳がね、ほんとくっついてるかっていうぐらいな近さなんで、逆にそれがなんかいい音を奏でるメリットに働いてるんですかね。ちょっとそこまで詳しくないので何とも言えないんですけど、逆にこれあの EPOS の H6 Pro なんですけど、これはね結構深いんですよ。イヤーカップからドライバーまでの深さが深くて、耳がねすっぽりここに入るんですよね。これ比較するとすげえよくわかると思うんですけど、こんな感じで大きいですよね、こっちの H6 Pro の方が。なので軽量化を図るためにイヤーカップのそもそもの大きさを小さくしているのかどうなのか、ちょっとそこら辺は何とも言えないところなんですけど、ちょっとつけ心地の面でね、かなり私はマイナスじゃないかなというふうに感じます。まあ、こうやって批判をするとかなりブーイング来たらちょっと嫌だなっていうふうに思うんですけど、まあ、これが私の正直な感想でございます。まああとはね、価格が高いっていうところかな。まあ、3万以上して高いんですよね。正直音はね素晴らしいんですけど、このつけ心地で3万円みたいな、音はいいんですけどねっていう感じですかね。まあ、ただね、この調節はねめっちゃ伸びるんで、頭が大きい私でもですね、ここにまだ余力を残してのヘッドサイズが調整できる感じなので、まあそこはいいんですけどね。いかんせんこのイヤーカップですよね。まあ柔らかくていいっちゃいいんですけどね。まああとはね、ゲーミングヘッドホンなんですけど、マイクのミュートしかここで調節ができない。ここにねもう一個ダイヤルつけて、ここで音量の調整とかができたらいいなっていうふうに思いました。ゲーミングヘッドセットっていうぐらいなので、まあ、そこら辺ね、それぐらいの機構は作ってほしかったかなというのが正直な感想です。まあ3万以上しますからね。まあそんなところですかね。まあ総合的にまとめていくと、音、見た目、軽さは素晴らしいんですけど、イヤーカップの付け心地がちょっといまいちかなというクエスチョンマークの感想でございます。まあ、タゴスタジオ高崎ファンの方すいません。まあ、音は本当いいですからね。うん、そこはいろんなヘッドホンを使ってきた私も素晴らしいなというふうに感じます。はい、ってな感じで今回の動画はここまでにしたいと思います。タゴスタジオ高崎ヘッドホン購入を考えている方の参考になれば幸いでございます。またこのチャンネルではこういったゲーミングヘッドホンやアンプ、ゲーム周辺機器を実際に購入してご紹介する動画をお送りしておりますので、気になった方はぜひいいね、チャンネル登録していただけると嬉しいです。それではまた次回の動画まで。じゃあね、バイバーイ。